大谷翔平の周囲にはいつも人が集まり愛されている。取材10年目の記者が見たその人間関係とはぁこの記事では水原通訳そしてメディアとの関係性にフォーカスする。チームメイト上みつかさ変から続く書出ナンバー2023年4月27日発売号肩書きなどは全て当時写真 大谷が一平さんに真顔でいたずら、大爆笑メジャー一年目のキャッチボール。チームメイトからのハグ攻撃。など、翔平の愛されすぎな日常を写真で見る100枚帳。水原通訳が明かす大屋の英語力、皆さんが思っているより。23年4月7日の本拠地開幕、ブルージェイズ戦。水原一平通訳は地鳴りのような大歓声を浴びた。 当人は目を見開き、少し驚いたような表情を見せ、大谷もいたずらっぽい笑みを浮かべていた。大谷もメジャー6年目、言わずもがな、英語は上達している。特に聞き取りは問題ないように映る。米メディアによる囲み取材には水原通訳と共に臨むが、質問された時点で内容を把握しているようだ。WBC 準決勝後のインタビューでは、 完成で水原通訳が質問の声を聞き取れないことがあったが、大谷は理解し、水原通訳が聞き直すのを制して、自ら話し始めていた。エンゼルス遺跡1年目の18年2月、キャンプで水原通訳は、チームメイトが昌平に話しかけている時になるべく入らないようにしています。どこまで行けるのかなと、と語っていたが、今ではその気遣いが無用になった。 今期からバッテリーを組む保守老眼をホッピーとのコミュニケーションも直接、英語でやり取り。水原通訳が、翔平の英語は皆さんが思っているより3倍くらいできていると思います、と語っていたのが印象的だった。水原通訳が、講師ともに、大家を支えている。二人は日本ハムで2013年の、同期入団。大谷はドラフト1位の選手として、 水原通訳は通訳として入団し、11年目の付き合いになる。大谷はメジャー挑戦が決まる、結構前、はっきり決まっていない段階、水原通訳、から水原通訳にオファーしていたという。ただ、日本ハム時代に大谷と水原通訳が話しているところをあまり見たことがないだけになぜ大谷が水原通訳を選んだのか、今も気になっている。 大谷は今期の本拠地開幕戦前のイベントで、水原通訳について、ちょこっとだけ信頼しています、と冗談めかしたが、直後に、ある程度、わかる空気感というか、楽じゃないかなと思います、と語っていた。水原通訳は通訳業だけでなく、キャッチボール相手や動画撮影、運転手、時には囲み取材の仕切りを任されるなど、講師もに大谷を支えている不可欠な存在だ。この、 空気感こそが水原通訳を選んだ答えなのだろうか。